回復薬はいらないみたいだな。ちょっと欲しいっす。助かったっす。この倒れている者たちはどうした？は、魔法により眠らされております。魔法か。まさかオーガに出くわすとは思わず。オーガ？ゲームや映画だとこんなイメージ。6人のオーガか。おいお前ら、事情は知らんが、うちの奴らが失礼したな。正体は？貴様の言葉など聞く耳を持たん。全てその仮面が物語っている。邪悪なる豚どもの仲間め。どういたしますか？どうって、お前はあの桃色を相手しろ。はっ。しかしリムル様が王が5体を相手することに。問題ない、負ける気がしない。うわあ！丸見えってのはそういう意味じゃないぞ。誤解するな。転びそうですよ、お嬢さん。お前は眠っとけ。どうする？ここら辺にしないか。そろそろ俺の言い分も聞いてほしいんだが。やはり貴様は奴らの仲間だ。奴らって？かが多くごときに我らオーガが敗れるなど考えられぬ。待てよ、それは誤解。我が主。こっちはいい、油断するな。次は一人で俺たちを相手取ろうとした、その傲慢さが貴様の敗因だ。化け物め、オーガフレイム。残念だったな、俺に炎は効かないんだ。少し本気を見せて。もっと面白いものを見せてやろう。これが俺の真の力だ。すさまじいな。悲しいが我らでは貴様に遠く及ばぬようだ。叶わぬまでも一矢報いてくれるわ。お待ちください、お兄様。この方は敵ではないかもしれません。そこをどけ。殺しにできましょうから。うん、この方が異質なのは間違いありませんが、おそらくは里を襲った者どもとは無関係なのではないかと。うん、俺はただのスライムだよ。スライム？そう、スライムのリムル。本当に？ちなみにこの仮面はある人の形見だ。似ている気はするが。これにはコウモの力が。申し訳ない、どうやら追い詰められて勘違いしてしまったようだ。どうか謝罪を受け入れてほしい。まあここで話すのもなんだし、ひとまず村に戻ろうか。お前たちも来いよ。すまんかったの。それに今日うちは宴会なんだ。人数が多い方が楽しいだろ。いないよ。そっか、普通はないんだっけ。僕の心は君のもの、甘い